ルイス・デン・ビッツ・ブランダイスはアメリカの法律家、ハーバード大学ロースクール教授、合衆国際高裁判所判事、ケンタッキー州に生まれる、両親ともチェコから移住したユダヤ教徒、1875年、ハーバードロースクール入学、1879年から1916年にかけてボストンで弁護士を開業していた、1890年、 元同僚のサミュエル・ D ・ウォーレンと共に、ハーバード・ローレビューにて、論文、ザ、right ・ライトツープライバシーを発表、初めてプライバシー権の法理を主張。1907年から1914年の間に、オレゴン州、イリノイ州の女性10時間労働法、オハイオ州の9時間労働法、カリフォルニア州の8時間労働法、オレゴン州の最低賃金法などの違憲性を主張した。 若干の州において、最低賃金法、独占禁止法などの合憲性を主張したりもした。1907年から1913年までは、ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道の運輸独占に反対し、労働者の基本的権利を擁護した。多くの事実的データを記した、首相書、ブランダイス・ブリーフの方式を導入した。1916年、ウィルソン大統領によって、 ユダヤ教徒最初の合衆国最高裁判所、売席判事に任命される。アメリカ労働法学の理論的基礎をなすような多くの判決を下した。リベラルな立場からニューディールの主な立法を冒険としたことが知られる。1939年退職。1941年に死去した。シオニストとしてイスラエルの地にユダヤ教徒国家を再建しようとする運動を支持した。 ありがとうございます。